どうも皆さん、こんにちは、ワンダーバルーン。手札全部捨ててが役、リュウです。さあ、本日はですね、先行ワンキル、壁とやってるデッキ、やっていきたいと思います。壁打ちをね、今日はしていきたいと思います。崩壊っていう、まあ、カテゴリーがね、相上くんが来たことによって、まあ、追加されたわけなんですけれども、崩壊デッキっていくつかデッキタイプあるらしいんですが、これ、私、もともとはその、視聴者さんから教えてもらったギミックなんですよね。ゲイラガイルっていうモンスターいるでしょ。このモンスターね、ちょっと書いてることを読みますけど、このカード通称ができないよと。自分のフィールド上の、崩壊モンスター一体を墓地に送ると特殊召喚できますよ。で、この方法で特殊召喚したこのカードの攻撃力が800アップする。で、このカードが手札からの特殊召喚に成功した場合に発動すると。何が起きるか。相手に800ダメージを与えると。相手に800ダメージを与える。リンクスってライフ4000しかないんですよ。ライフポイントが4000しかないので、こいつを5回出せれば勝てるんですよ。わかりますか、言ってる意味が。だから5波40で4000なんで、だからこいつを5回出しゃいいっていう、そういうデッキです。今回は先行で成功率どんぐらいだろうな、まあ、5% から 10% くらいはあるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、先行取れればね、このゲイラガイルを5回出します。先行でこれ結構いけるんですよ。これどうやっていくかっていうと、まずこいつカルマとかダーマとかを墓地に送ることが必要なんですけども、カルマは、墓地に送られるとゲームから除外することによってデッキから崩壊モンスターを手札に加えるっていうサーチですね。だからまあこの辺を持ってくれると。でこれは墓地の崩壊を回収できるんですよ、墓地から除外すると。だから、1回使った ゲイラガイルとかを回収していくっていう。で、初動札として必要なのはデューザー。デューザで、召喚成功した場合に崩壊カードを墓地送れるんで、これで、カルマ落としてカルマ除外してゲイラガイル持ってくるのが一応そのスタートの動き。であとはもうなんかこの辺のライトロードギミックを使ってうまいこと墓地を肥やしていくしかないんですけども、それでこうゲイラガイルを手札に3枚揃いながら、3回出して、でさらにダーマで除外してもう1回回収して、射程制度も回収して、でもう2回出していくっていうだけです。回し方はそんなに難しくないんでね、早速ね、1戦目ちょっと本当にクソゲーだったんでご紹介していきたいと思います。壁打ちデュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、海馬社長、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。進化した最強ドラゴン、聖眼 OK。 まあ反応そこそこいいな。これだから光の援軍使う。はいはいはい、なるほどね。あ、まあ悪くないね、悪くないだろう。儀式じゃねえ、間違えた。崩壊カルマ除外して、まあ、これはゲイラガイル持ってくればいいか。ゲイラガイル一旦落ちてんだな。了解。で、まあ、デューザー、まあ、2体目回収か、これは。これ2体目回収だね。で、カルマ落として、で、ゲームからカルマを除外することによって、これターン制限についてるのめっちゃ強いですよね、これね。で、カルマ除外してゲイラガイル、あとは、ソリティア力を溜ませられるから、ですね、まあ、とりあえずですね、まあ、転生するんですよ。転生して、メイデン落としながらのゲイラガイル。で、これ何が落ちるか。これ何が落ちる。あ、天才すぎる。それやばい。あれ、これ決まったか。ゲイラガイル。800万。800万。で、ゲイラガイル、特殊化して、800万。はい。で、ゲイラガイル特殊召喚して、はい、800万そして、一回先悪夢の書先か。悪夢の書を先打って、で、援軍回収からの、カルマ除外して、で、ゲイラガイル回収、で、800万え、春いらないんすか、春売らなかったんすか。春売らなかったらこうなっちゃうよ、会話さん。これがデュエルリンクスよ。どうやら理解したようだな。そうだ、これがデュエルリンクスだ。これが遊戯王。 This is 遊戯王。神ゲー対戦ありがとうございました。壁とやってろ。さあ、お相手の方、ユベラー。ユベラー懐かしいですね。最近ですね、私令和のユベルっていう動画作った、まあどうだろう、公開されてるかされてないかちょっとわかんないんですけども、絶望的に弱くてですね、ユベルさん、これどうしたらいいかなっていう悩んでたんですけども、崩壊だるま、だるま来た、とりあえず、まあ、
小手調べライデンミネルバー高校結構そこそこですね。高校は割と意外といける。一回ちょっと使うか。で、はいはい、なるほど。死者転生はいい。で、デューザ召喚。で、効果。一回デッキからサーチですね。デッキからサーチ。で、ゲイラガイル。ゲイラガイル持ってくる。はい。ゲイラガイル強すぎ。ほんと、ゲイラガイルが強すぎ。でだ。まあ、とりあえず、まず800万挨拶していこう。挨拶の800万。挨拶の800万して。で、挨拶の800万して、挨拶の800万。はい。はいはい。でだ。カルマ効果発動、ゲイラガイル持ってきて、で、もう一回挨拶の800万。800万。ですね、つまり何をすればいいかっていうと、死者転生をしまして、ダーマ落としからの回収からの、ダーマ効果、ゲイラガイル回収ですね。はい、勝ちました。対戦ありがとうございます。対戦ありがとうございました。遊戯王クソおもろい。マジでこのゲーム神ゲーです。さあ神ゲーデュエル3枚。まあちょっと高校取ってるんで若干ちょっと不安な点は残りますけれども、さあバンデットケース、バンデットケースか、あれですかね、あのネオスですかね。ちょっと若干デッキ枚数、カイザーブラッドボルス、エンドオブアヌビス、ああはい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 、なんかいたね、そんなやつね。そんなやついたね。ちょっとあの癖カードなんだろう。あの癖カードなんだろう。とりあえずまあちょっと一回デューザーから行きましょうか。デューザー召喚して、なんかさ、エンドオブアヌビスって結構やばそうな効果持ってんじゃなかったっけ確か。ちょっと一回カルマ、とりあえずあのゲイラガイル持ってくよ。ゲイラガイル持ってくる。やっぱそうだよね。これさ、このカードがフィード上に表側表示で存在する限り、墓地のカードを対象とする魔法トラップモンスターの効果及び墓地で発動する魔法トラップモンスターの効果は全て無効化される。やばいこと言ってないですかこれちょっと待ってくださいね。これやばいこと言ってません？あ、これやばいわ。これやばいこと起きてるかもしんない。待って、でもちょ、とりあえずゲイラガイルだけ出せるな。ゲイラガイルだけ出せるわ。800万、はい、ゲイラガイルで800万、800万、で、これ転生ってできんのか、転生はできんのか、転生はできるのか、転生でダーマ落として、何を回収しても同じなんでも、デューザ持ってくる、強すぎる、やばい、俺なんもできないのか、これ。やばいな、このモンスター。このモンスターやばいわ。これもだから、これを捨てて。こいつ強すぎー。